何作ってるの <laughs> 粘土好きなんだねお外では遊ばないのみんなお外で遊んでるけどそっかじゃあレイナ先生も一緒に粘土やっちゃおうっと何作ってるの え秘密なの意地悪ね。じゃあ先生当てちゃおっと。んキノコでしょう。え違うじゃあカメさん。違うか。先っちょの形。 カメさんだと思ったんだけどなやっぱりキノコなんじゃないかなキノコにしては大きいけどそうそう先生キノコ大好きなんだおっきいのも好きだけどちっちゃいのも好きえのきとか小さいけどすごくおいしいんだよ だから、スーパーでへのきを見つけると、こう言ってあげたくなっちゃう。ちっちゃいけど、自信持っていいんだよ。って。<laughs> あれなんか形が崩れちゃってるよ。もっとさ、握ってみたら硬くなったら崩れないと思うよ。 そうそう、もっとぎゅってしてみて手で包む感じうんそんな感じどう固くなった本当にちょっとレイナ先生も触ってみていいおっ すごーい。ちゃんと硬くなってる。カッチカチだね。んできたそれで完成あ、わ <noise> かった。これ、バナナでしょう。バナナだ。 どうりでキノコにしては大きいと思ったんだよねえバナナじゃないのじゃあなにないしょえ先生もやもやするなバナナだと思うけどな皮かむきたくなるもんツンツンしてもいい 固い…ちょっとどうしたのつらそうな顔してるえ出そうなのちょっと待って本当に出ちゃうの我慢できないのもう出ちゃううん <laughs> もう出ちゃったねいっぱい出ちゃった。 我慢できなかったんだね先生の顔にもここっちゃったよ君のくしゃみくしゃみは手でお口を隠してするんだよいい風邪かなお薬苦くてもちゃんと飲まないとダメだよ苦くても。 ごっくんってするの苦くても濃くても我慢してちゃんとごっくんするのいいんうんお利口さんだねじゃあ君のバナナじゃなかったバナナみたいなやつここに飾っとこうね先生 ちょっとお外で遊んでるみんなのところに行ってくるね。また一緒に遊ぼうね。